風鏡畔に建てられた、蝶継の増羽律儀は、中国、唐の詩人、官僚、政治家。没年は779年の節あり。字は、今語。漢にちなみばりほこらぶとも、上州城陽県の出身。753年に進士に合格、安史の乱に際して、江南に逃れ、越州、甲州、準州、蘇州などを歴遊する。はじめは、節度市の幕僚となり、後に塩鉄砲官となった。766年頃朝廷に入り、侍御史、検校祠部郎中に任じられた。770年、甲州の地方官として、転出、同地で没した。博識で議論好きな性格で、政治に明るく、公正な政治家だという評判があった。同氏のような風貌であったという。同じ中東の詩人候補前とは幼馴染みで、劉長卿とも親交を持った。江戸時代の本、唐詩選唐印により、唐印による発音をかなで表記してある煬帝の開いた大運河を旅する途中、蘇州郊外での旅愁を歌った、風鏡夜泊は、優れた漢詩として知られる。月落ち雨定窓満天、月落ち烏鳴いて蒼天に満つ、江風魚下対雨冷眠り。江風魚下雨冷眠りに対す姑生ける城外館、山寺、姑生ける城外の寒山寺夜半鐘声、至る客船。夜半の小生客船に至る詩集に、蝶祠部詩集一巻があり、47首の詩が、集採されている。寒山寺の首郎。ありがとうございます。